おはようございます。マサルです。今回はフィッシングについて一緒に勉強していきます。皆さんもフィッシングという言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。このフィッシングが今とても問題になっています。毎年 IPA は社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から脅威の候補を選出して情報セキュリティ重大脅威というものを発表しています。重大脅威2023年個人部門1位がフィッシングによる個人情報等の詐取です。それほどフィッシングは我々の身近な問題でありとても脅威があるということですね。フィッシングについて勉強することでフィッシングの被害に遭わないようにすることはもちろん、家族や友人がフィッシングの被害に遭わないようにする手助けをすることもできます。それではフィッシングについて勉強していきましょう。それではまずは今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート平成28年春問い63。フィッシングの説明として適切なものはどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてくださいね。それでは正解の発表です。正解は E、 金融機関などからの電子メールを装い偽サイトに誘導して暗証番号やクレジットカード番号などを不正に取得すること。これがフィッシングの説明です。それでは解説をしていきます。フィッシングとは銀行やクレジットカード会社、ショッピングサイトなどになりすましてメールを送付し個人情報を不正に盗むことを言います。名前の由来は魚釣りのフィッシングと洗練されたという意味のソフィスティケイティッドから作られた造語です。洗練された罠を使って被害者を釣り上げるようなイメージですね。フィッシングはメールなどを使ってフィッシングサイトに誘導し情報を入力させることで情報を盗み取ります。誘導先のフィッシングサイトは正規のサイトととてもよく似た作りになっています。さらに URL も正規のサイトと似たものを用意することで気がつきにくくしています。誘導されたユーザーは疑うことなく個人情報などを入力してしまうわけです。では攻撃者がどのようにしてフィッシングサイトに誘導するのかについてお話をしていきます。一昔前は主にメールを使ってフィッシングサイトに誘導することが主流でした。銀行やクレジットカード会社、ショッピングサイトになりすましてメールを送って会員情報を確認してくださいなどの文言を餌にしてフィッシングサイトに誘導していました。しかし現在はフィッシングサイトへの誘導方法が多様化しています。例えば SMS を使った誘導方法があります。 SMS はショートメッセージサービスのことで、携帯電話の電話番号が分かるだけでメッセージを送ることができるサービスです。 SMS を使ったフィッシングのことをスミッシングと言います。フィッシングはメールで送られてくるものという思い込みがある人は、このような SMS に対して疑うことをせずにリンクをクリックして偽サイトに誘導されてしまいます。 SMS のリンクをクリックするとこのようなフィッシングサイトが出てきます。この偽サイトも本物そっくりの作りになっていますよね。ここでログインが促されてユーザー ID やパスワードを入力してしまうと、それらの情報が盗まれてしまいます。ではフィッシングサイトに情報を入力してしまうとどのようなことになるのでしょうか。まずフィッシングサイトにユーザー ID やパスワードを入力してしまうと、攻撃者がその情報を使って不正にログインをすることができるようになり、登録している個人情報が盗まれることになります。また攻撃者は不正にアクセスしたアカウントを利用します。その結果、先ほどのような銀行のアカウントだったりショッピングサイトのアカウントだった場合には金銭的な被害が発生することになります。もしフィッシングサイトに ID やパスワードを入力してしまった場合、すぐに本物のサイトにログインしてパスワードを変更するようにしましょう。そしてもし複数のウェブサイトで同じパスワードを使っている場合、それらのアカウントも危険な状態なので直ちにパスワードを変更するようにしましょう。もしクレジットカードの情報を入力してしまった場合は、すぐにクレジットカード会社に連絡しましょう。なお、フィッシングに関する被害の相談は国民生活センターや消費生活センターで相談することもできます。専門の相談員に相談してみましょう。ではここからは実際に私に届いたフィッシングメールをご紹介したいと思います。まずこちらは三井住友カードになりすましたフィッシングメールです。
日本語も自然でいかにも本物という雰囲気が伝わってきます。次は Amazon を装ったフィッシングメールです。これもよくできていますよね。このフィッシングメールのすごいところは時事的な内容を含んで作り込まれていることです。ちょっと前に Amazon プライムの値上げがあったのですが、その値上げの内容を含んだメールなので本物だと信じてしまいそうです。しかしこれらのメールはよくできたフィッシングメールです。ではどうしてフィッシングメールだと言えるのでしょうか。今回はフィッシングメールであるかを調べる一つの方法を紹介したいと思います。フィッシングメールであるかどうかは URL チェックサービスを利用することで調べることができます。ただ大前提としては身に覚えのないメールは無視をすることが一番です。しかしどうしてもそのメールを確認しなくてはいけないこともあります。そのような場合は判断する一つの方法として URL チェックサイトを使います。今回は代表してウイルストータルという URL チェックサービスを利用してみたいと思います。ウイルストータルというのは Google が運営している無料ツールです。調査したいサイトやファイルに危険性がないかどうかを調査することができます。それでは実際にやってみます。ではこちらのメールがフィッシングサイトであるかどうかを確認してみたいと思います。ここをクリックするとメールで指定されたサイトに移動するようなので、こちらのリンクをコピーします。右クリックでリンクのアドレスをコピーを選択します。そしてウイルストータルの URL を選択してコピーしておいた URL を貼り付けます。貼り付けが終わったらエンターを押してください。するとウイルストータルでこの URL の危険性を教えてくれます。フィッシングという文字を見てわかるように、こちらのサイトはフィッシングサイトである可能性が高く非常に危険であることがわかります。ではもう一つのメールも見ておきましょう。こちらで右クリックをしてリンクのアドレスをコピーします。そしてウイルストータルに URL を貼り付けてエンターを押します。すると先ほどよりもスコアは低くなっていますが、危険なサイトである可能性を表しています。もしスコアが1以上ある場合はそのサイトは危険である可能性があるので利用しないことを推奨します。実際にウイルストータルを使う様子を見ていただきました。補足ですが、ウイルストータルなどの URL チェックサイトは一つの判断材料にすぎません。例えばウイルストータルで危険性が判断されなかったからといって絶対に安全かといえばそうでもない場合があります。あくまでも一つの判断材料として利用してみてください。それでは最後に復習です。今回はフィッシングについて勉強しました。フィッシングの説明として適切なものはどれか。正解は E、 金融機関などからの電子メールを装い偽サイトに誘導して暗証番号やクレジットカード番号などを不正に取得すること。こちらがフィッシングの説明です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あ、ウイルスに感染している PC へ攻撃者がネットワークを利用して指令を送り不正なプログラムを実行させること。こちらはボットの説明です。攻撃者はボットに感染した PC を遠隔操作します。攻撃者はロボットのように遠隔操作をすることができるのでロボットをもじってボットと言います。次はウの選択肢を見ていきましょう。パスワードに使われそうな文字列を網羅した辞書のデータを使用してパスワードを割り出すこと。こちらは辞書攻撃です。辞書に載っている単語は辞書攻撃によってパスワード解析されてしまう可能性があります。なので辞書に載っていないような言葉をパスワードにすると良いと言われています。例えば東京というパスワードではなく東京生まれですみたいな口語的なパスワードにすると辞書に載っていないので辞書攻撃の対策になります。最後は A、 複数のコンピューターから攻撃対象のサーバーへ大量のパケットを送信しサーバーの機能を停止させること。こちらは DDoS 攻撃の説明です。 DDoS 攻撃では複数のコンピューターを使って攻撃対象に攻撃を行います。複数のコンピューターとして利用するのがあの選択肢で出てきたボットだったりします。攻撃者はたくさんのボットを使って攻撃対象のサーバーに対して大量の通信を送りつけます。大量の通信が届くとサーバーは処理しきれなくなって停止してしまうことがあります。以上、間違い選択肢についても一緒に確認しておきました。最後に少しだけまとめると、フィッシングは銀行やクレジットカード会社、ショッピングサイトなどになりすましてメールを送付し個人情報を不正に盗むことを言います。最近は SMS を使ったフィッシングも多くなっているので注意してください。 SMS を使ったフィッシングはスミッシングと言います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。
これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。